はい、皆さんこんにちは、貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは明治36年の1円銀貨になります。これもコイン商から入手したものになりますが、こちらになります。龍の図面の方はもうほぼほぼ完璧、非常に綺麗な美しい状態だと思います。完全未使用から未使用と書いてありまして、6万6千円と書いてありますけど、果たしてこれが値段的には良かったのかって思うところはちょっとあるんですけども、まあ龍の図面は非常にいいと思うんですよね。で、問題は1円の方なんですけど、1円の方はまあ細かいすれはありますけども、まあ、大きな傷とはありません。ただやっぱりすれがちょっと気になるところではあります。まあ、63はつくんじゃないかなとは思ってるんですけど、63プラスぐらいまでいったらいいかなっていうところですかね。わかんないです。実際出してみないとわかんないですけど、そんな感じだと認識しております。実際は出してみてのお楽しみというところになりますけどね。さあ皆さんはどう思いますかね。私は63か63プラスぐらい、まあ64はちょっと厳しいかなって思いながら見てるので、まあ値段的には高い買い物なんですけど、まあ64つけばね、まあそれそうかなっていうところにはなってくると思うんですが、まあわかんないですね。実際これ出してみないとわからないところがありますね。この明治36年は513万1096枚発行されておりますから、まあ比較的入手しやすい年になりますし、なぜか知りませんが比較的あの未使用で残ってるものが多い年になりますので、一番購入するには手頃な年になると思います。まあいろいろねチャレンジして自分なりの目を養うためにもちょっと動画に残してるってのもありますので、結果は半年一年後ぐらいになると思いますが、また結果が出次第、ぜひこれもね、公開していきたいと思っております。はい、今回は1円銀貨明治36年完全未使用から未使用と書いてありますが、私は日本のコイン商がちょっと甘いんじゃないかという気もしますけども、ご紹介してきました。鑑定結果、戻り次第、また公開したいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください。